女子ゴルフ総合研究所です。今回は北海道明治カップの出場予定選手を紹介していきます。8月2日から8月4日にかけて北海道の札幌国際カントリークラブで3日間大会として開催されるこの大会は今回で16回目の開催となります。北海道文化放送株式会社、株式会社北海道新聞社が主催、明治グループが特別協賛となっています。賞金総額は9000万円で、優勝賞金は1620万円です。出場選手は JLPGA 枠90人、主催者推薦枠18人の合計108人、2ラウンド終了時50位タイまでが決勝ラウンド進出となります。それでは今大会の出場予定選手です。シード選手です。シード選手で今大会を欠場する選手です。 A 級シード選手です。産休制度適用選手です。次に QT ランキング上位の選手です。今回の出場ラインは44位の石田かな子選手までとなっています。QT ランク出場圏内で今大会を欠場する選手です。主催者推薦枠です。メルセデスランキングトップ10です。昨年は鈴木愛選手が2年ぶりの優勝を果たしました。今年の注目は何といっても渋野日向子選手でしょう。個人的には渋野日向子選手の活躍が女子ゴルフ界を盛り上げるための一番の近道な気がしています。川崎遥選手の3大会連続優勝もありえそうです。今週はオープンウィークなのでゆっくり休んで、また熱い戦いを期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。